皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。前の動画でもお伝えしましたが、フィリピンは感染者の累計がですね、50万を超えて50万と4084人になっています。そして右側の数字ですけども、こちらが新規感染者の数になっています。1357人ですね。そちらが新規感染者の数です。そしてその下に並んでいるのが各都市ごとに新規感染者の数が並んでいるんですけども、フィリピンで新規感染者が多くなっている順から並んでいます。そして一番上がダバオ市ですね。私が住んでいるダバオ市がダントツで一番になってしまっていますね。130人新規感染者が出ていることになっています。そして続いてリサール、ケソン市、パンパンガ、ベンゲットと多い順で並んでいます。左の数字に戻りますけども、感染者総数の下の数字ですね。こちらは現在、感染者の総数から回復者の総数と、死亡者の総数を除いた、現在も新型コロナウイルスの陽性の状態が続いている人たちの数が 27,857 人となっています。その下の水色の四角で囲ってある数字が回復者の総数ですね。46万6249人となっています。一番下が死亡者の数で9978人。もう少しで1万人突破してしまいますね。新規で計上されている死亡者が69人となっていますので、おそらくこれは1月19日時点での情報ですけども、20日になったら1万人を超えてしまうのか、まあもしくは21日までにはですね、1万人を超えてしまう勢いで死亡者が出ています。はい。で本日はですね、私が住んでいるダバオ市のワクチン政策についてのお話を、サンスターダバオ市にですね、ダバオ市のサラ市長がどのようにワクチンをこれからやっていくのかっていう記事になっていたので、そちらをお伝えしていきたいと思います。ダバオ市のサラ市長はですね、ワクチン接種を希望する人の数が集団免疫を達成するというダバオ市の目標があるんですけども、それを下回ったとしても、ダバオ市政府としては、ダバオの人たちに新型コロナウイルスのワクチンの接種を強制しないということを繰り返し述べています。こちら本日のサンスターダバオ市の一面ですけども、ノーフォーシングと書いてありますね。これはワクチンをもう強制しないという意味ですね。まあダバオ市、まあいろいろ規制が強制されていますから、日本は要請していますけども、フィリピンは強制となっていろいろ規制がかけられて、それ違反したら捕まってしまうとか罰金払うとかなっているので、ワクチンはどうなるのかと心配してたフィリピンの国民もいると思うんですが、ダバオ市については強制しませんよということをダバオ市長が発表したということがニュースになっています。ダバオ市のサラ市長はですね、以前マスコミに対して、ダバオ市政府は集団免疫を達成するために少なくとも120万人のダバオ市民のためにワクチンを調達することを目標としていると語ったことがあるんですね。WHO 世界保健機関によりますと、集団免疫というのは集団でワクチン接種したもの、もしくは、集団で実際感染したことによって発生する免疫のいずれかによって集団で免疫を作ることができ、感染症から間接的に保護を集団でするというものだと説明をしています。それをダバオ市もやっていきますということを以前ダバオ市長が言っていたんですね。そしてダバオ市の人口が約180万人なので、ダバオ市のサラ市長は集団免疫を達成するために少なくとも120万人のダバオ市民が新型コロナウイルスワクチンを接種することを目標としていると以前述べていました。サラ市長はダバオ市民でワクチン接種を受けたい人は120万人には満たないだろうとすでに予測はしています。そういうこともインタビューで答えています。これに関しては、ミンダナオ大学の研究所がリサーチしたところによりますと、2020年の12月7日から12月19日までにですね、ダバオ市民にアンケートを行ったんですね。その調査によりますと、ダバオ市民の10人に2人はワクチンに対する個人的な不信や、ワクチンの安全性を確認する臨床試験がまだ足りていないこと、そして副反応の可能性、合併症の恐れがあるため、ワクチンの接種を望まないと回答しているそうです。10人に2人がワクチンはまだ受けたくないと回答しています。そして回答者の10人に3人はですね、まだワクチンを接種するかわからないと回答したそうです。その理由はやはりワクチンに対する一般的な懐疑論である体への副反応の可能性、ワクチンの有効性の不確実性が理由であるとされています。
まあ、まずは状況を見たいという人が多いみたいですね。そしてサラ市長はワクチンが配備されて市内で展開していく場合に備えてダバオ市としてワクチン接種を拒否する人々や不安を抱く人々に対処する準備ができているとも述べています。ダバオ市サラ市長はこう言っています。国のガイドラインで強調されているようにダバオ市はワクチン接種を強制しませんと、このように繰り返し述べているんですね。具体的にはワクチン接種を拒否する人には罰金や罰則はありませんと述べています。ダバオ市としてはワクチンについての情報普及キャンペーンを強化し、ワクチンを接種することの利点、メリットですね。メリットを伝える。そしてその起こり得る副反応についても丁寧に説明するとしています。またワクチンを接種する意思のある人の人数調査を行うためにオンラインでの登録が重要であると説明しています。そしてこれはですね、国から割り当てられたワクチンに加えて、ダバオ市として購入するワクチンの数を決定するのに役立つということで説明をしています。ということで、ダバオ市としては集団免疫を目標としているんですけども、約180万人いるダバオ市の人口で集団免疫を獲得するにはですね、120万人の人たちがワクチンを打たなければならないということですね。まあ、その目標はあるんですが、ダバオ市としては市民の方々にですね、その目標を達成するためにワクチンを絶対打ちなさいと、従わないと罰を下すよと、そういうことはしませんと、強制はしませんということが、報道されています。最後にですね、前の動画でもお伝えしたんですけれども、この今お伝えした記事、サンスターダバオ新聞ですね、の Facebook のオンラインでですね、ワクチンが今可能になったらあなたは打ちたいですかどうですかというアンケートがなされていました。こちらですね。それに対しての最新の回答結果を発表したいと思います。昨日はまだアンケート取られて数時間経っただけでしたので、1日経ってからこのアンケート結果がどうなっているかですね。こちらはですね、回答数が318ありますね。まあちょっと関係ないのも5個入ってるんですけども、それ以外としてはやはり様子を見たいという人が一番多いですね。このライクをしている人が162人です。で、様子を見たいという人が一番多いです。次に多いのがワクチンを打ちたいという人が86人ですね。ハートマーク、超いいねマークが86人。そしてひどいねマーク、こちらはワクチンを打ちたくない人という人ですけども、こちらが65人と、まあ20人ほど、こちら318人のうちですけども、20人ほど打ちたくないという人よりも打ちたいという人が増えてますね。ただ、一番多いのは162人で、今はちょっと様子を見たいという人が多いです。まあ、これはワクチンを最初に打てるグループ、は、医療従事者とか、高齢者の方々なんですけれども、まあ、Facebook なので、回答してるのは、わりかし若い人が多いですね。なので、すぐに、ワクチンを受けるということができないという人たちですけれども、それでも、いざワクチン打てるよと、みんなに打てますよとなったら、どうするかというアンケートですけども、様子を見たいという人が一番多い結果となっています。はい、今日は、ダバオ市のですね、ワクチンの政策について、ダバオ市長がどう発表しているか、をお伝えいたしました。私の動画ではこのようにフィリピン全国や私が住んでいるダバオ市の情報について発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。